儲かりまっか大阪。とうとう来たね、この絵の本拠地。もっと普通に来たかったぜ、食い倒れツアーとかよ。どうだソフィア、ジェイルの匂いは？やっぱりする。ここにジェイルがある。こいつはもう間違いねえみたいだな。あとは一ノ瀬さんが名刺を見つけてくれれば。いいかお前ら、ここが正念場だ。この絵のクソ野郎を倒して事件を終わらせるぞ。お、なんか急に仕切り出したな。ペルソナ使えるようになって調子乗ってんじゃね。映画とかだとこの後やられちゃう展開かも。だーもううるせえ。とにかく気を引き締めろってことだよ。幸い警察に捕まる心配はない。町に出て念入りに準備をしないとな。ここは天下の台所、決戦前の腹ごしらえにはうってつけの場所だ。お腹以外の準備もね。ところで、あかれちゃんは大丈夫だったの？ああ、今朝はもうピンピンしてた。今は嫁さんの両親に見てもらってる。感謝してるぜ、お前らには。なんかおっさんに感謝されっと、ムズムズしてこね。初めて会った時は印象最悪だったもんね。どうせ俺は怪しい公安だよ。それよりお前ら、キーワードの方は大丈夫なのか？うん、一ノ瀬が捜索中だ。一ノ瀬？ああ、あのエマの開発者か。一ノ瀬から電話だ、スピーカーにするぞ。お、噂をすれば。グッモーニー怪盗団諸君、元気にしてたかな？相変わらず謎テンションだな。キーワードの方どうでしたか？ふっふっふ、私を誰だと思っているんだね。バッチリ見つけたよ。うっしゃ、やったぜ。それでは発表しよう。このエアキラの友達キーワードはズバリゼファーマンだったよ。なんだって？ゼファー、あ、ゼファーマンってあのゼファーマンか？知ってるの？双葉、だいぶ昔にやってた特撮だ。変身した正義の味方が悪を退治するやつ。知る人ぞ知るってが正直かなりマイナー。この絵もマニアックなとこ持ってきたな。いわゆるヒーローもののテレビ番組？どうしてそんなものがキーワードに？でもこれでジェイルに入れるね。ありがとうございます一ノ瀬さん。お安い御用だよ。君たちの話は今や私の活力源だしね。いやー、それほどでもあるけど、改めて言われると照れるな。でもこれからが勝負なんだろう。くれぐれも死んじゃったりしないでね。じゃあ土産話楽しみにしてるよ。アディオス怪盗団。よし、これでジェイルに入れるな。うまくいきゃこいつが最後だ。ええ、この絵を改心させれば一連の事件は止められる。しかしとんでもねえ夏休みになっちまったな。そうだね、日本一周までしちゃったし。まだ終わってないわ。この絵を倒して無事に東京まで戻らないと。そうそう、帰るまでが遠足な。格言きたこれ。てか善吉は一緒に来て平気なの？警察クビになったりしない？最後まで付き合わせろよ。茜を守るためにもこの絵の野郎をぶっ潰す。お前らの濡れ衣も晴らさないといけないしな。そして大和田を、奴を必ず逮捕する。そうだな、奴らの悪事を暴かねば俺たちも平穏には暮らせない。んじゃそろそろ行きますか。ソフィア、安全な入り口を探してくれる？オーケー、任せろ。にゃふん、任せろ。
するか。なんだって？どうして？でもよ。なんご、やるぞ。行こう。いよいよ旅路も佳境でしょうか。この絵なる者の野望、そのすべてがこの地に集約されています。他者の意志を犠牲とすることに迷いのない彼の心は大きく歪んでしまっている。このままではあなた方すべての未来が彼の手中に落ちる可能性も。臆することはありませんが、万全の準備を。そこでこれから伝えるお話があなたの助けになればよいのですが、全国各地のジェイルに強力なシャドウの力を感じます。従う主もなく異世界を闊歩する彼らを倒せば、合体で心に宿すことが可能になる。必ずしも立ち寄る必要はありませんが、あなたの大きな力となるでしょう。ワイルドの素養を持つあなたはまさに世界の切り札。決戦に備え、ペルソナの力を大いに活用してください。
そうだな。マジかよ。なあなあ。よし。なんだと。だったら。ここが今回の潜入口か。ヒーローの名がキーワードとは、果たしてどんなジェイルなのか。どうせろくなもんじゃねえって。突入するぞ。準備はいいか。うん、行きましょう。うちらがここで蹴りつけないとね。キングにされてた人たちのリベンジもしてやらないとな。散々人をもてあそんだ報いは受けてもらうぜ。では作戦開始だ。エマにキーワードを入力する。キーワードはゼファーマン。おかしなことになってんな。あれって、この絵の城だな。行くぞお前ら。親玉とっちめてこの事件を終わらせる。ひとまず潜入成功だな。慎重に行くぞお前ら。相手はおそらく全ての黒幕。警戒も厳しいはずだ。そうね。この絵はジェイルの仕組みを熟知しているはずだから。目指すはあそこに見えているこの絵の王城だな。始めるとするか。頼むぜ先輩方。よし。どうしたナビ。あれを見てみろ。なんだあれは。機関銃か。ご丁寧に監視カメラ付きだ。多分近づくと撃たれる。渋谷にあったのと同じ仕掛けか。王城はこの先だ。まずあれを何とかしないとな。ここにも動力源になってるコアがあるはず。さっき上から牢獄塔っぽいのが見えた。いつも通りならそこにあるんじゃないか。んじゃまずはそっちか。さっさと行こうぜ。牢獄と？まあとりあえず続くときは分かるから。市民の皆さん、あなたの近くに悪人はいませんか？悪人は見つけ次第通報を。ヒーローが会心に伺います。真のヒーローはアキラだけ。すべてを救えるのはアキラだけ。ヒーローアキラが正義の会心で市民の生活と安全を守ります。アキラってこの絵の名前だな。ここじゃあいつはヒーローってことらしい。それが奴の認知ということか。ここを許してはいけません。悪党がヒーロー気取りとは皮肉だな。
戒心で全てを救う。悪を見かけたらどういうことかしら。それにこの声はエモ。インチキヒーローがでかい顔する未来都市、ディストピア感すげえ。俺たちはヒーローに盾つく大悪党ってか。笑わせるぜ。そうだね、どうせなら大怪盗の方がいいね。悪者にしたけりゃすればいい。最後に勝つのは私たちだ。本当の悪党はお前だってこと教えてやりに行こう。うんうん、こっちだな。この位置正体を見せる。なんだ、いつでもいいぞ。敵は大慌てだ。こいつは楽勝だな。よし、交代だ。交代雑魚相手だ。当然の結果だな。楽に越したことはねえ。次も頑張りましょう。よし、前に入ったわ。狙っていく。よし、ボコボコにしてやる。このまま押し切るぞ。せや、チャンス到来。敵さんも限界みたいだな。遠慮なく狩らせてもらおうか。楽な戦いだったわ。中身はと。これはいいな。行くぜ。マジでカメラだらけだな。下側の者は問答無用で排除する。それがこの絵の考え方ということだ。なぜそこまでする。怪盗団とは違うんだな。気配がするな。よし、行けそうね。捕まえたぜ。タイミングを任せるわ。ここでやりましょう。遊んでくるな。このままやっちゃおう。消えな。余裕の勝利ってやつか。次もうまくいくといいね。貴様ら何をしている。現れろ。何や。兄さん、スキルヒット。ルドル、すごいな。一気に終わらせる。くらえ。怒らず撃ち抜く。こいつ手強い。気をつけろ。まとめて吹っ飛ばす。ウルソナが新技を覚えたみたい。こんなものか。こういうのが近未来都市っつうのか。整然としすぎて気味が悪いぜ。私もあまり好きじゃない。ここには大阪のおばちゃんもいない。でも私も賑やかな方が好きかな。ヒーローアキラが正義を執行します。
のシャドウ捕まえるな。チャンスだ、一気に行け。チャンス到来。うん、速攻だ。大人をなめんな。余裕だな。顔に書いてあるぞ。この調子で進むぞ。あれは何？調べてみましょう。シャドウを確認。慎重に行こう。奇襲。いけそうだな。どうする？優位に立ってしまえば。飛んで分の上。やっちまえ。地獄で食いな。楽勝ってやつだ。この調子でゴーだ。捕まえたぜ。何をする？やだもう、クッチャー。よし、やってしまえ。一定攻撃だ。遊んでぶん殴れ。大人を舐めんな。速攻勝利だな、めでたい。よし、行くか。行くぜ。よし、この先から牢獄島の方に行けるっぽいな。ここは十王子動物園か。怪しげな者たち。さては貴様ら、悪人だな。あ？悪党はてめえらの方だろうが。問答無用。ヒーローをアキラに代わって成敗する。来るぞ、迎え撃て。それが決意の姿だ。打ち破れ、バルダン。一気に終わらせる。くらえ。ウルフガッキー、ナイス回避だ。ありがとうな。ウルフ、ナイスブロープレー。すさまじい。叩き切る。消えろ。押せ、なぎ払え。強敵だな。気合入れていけ。叩き切る。続くわ。ウルフの追撃が決まった。続けていくぞ。どんな感じか。うわ、華麗に避けたな、ソフィー。はっよっ、はっ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 。敵の防御力が下がった。任せて。攻めるチャンスだぞ。これがもう一人の私。ヨハンナ、あんまり効いてないっぽいな。別の属性で攻めた方がいいかも。ヨハンナ、ペルソナ。ジョーカー、いい調子ね。続くわ。
役に立つぞ。ありがとう。食らえ。ジョーカーの襲撃がヒット。撃ち抜く。奪え。強敵撃破。さすがだな。任せた。おう、任せとけ。シャドウがいる。要注意だ。お、なんかあるぞ。来た。囲まれてんぞ。落ち着け。冷静に対処するんだ。強敵な上に銃撃が効かない相手だ。気をつけろ。敵が減ってきた。このままやっつけてしまおう。ん、余裕だったわね。どんどん進もう。宝箱を見つけたぞ。お、いいじゃねえか。シャドウを発見。どうする？この位置いけるよ。一気に肩をつける。おじさん攻撃だ。消えな。いつもこうならいいんだけど。しゃあ、この調子で行こうぜ。できた。あれも展示か。これってキングになった人たち、見せ物扱いしてたってこと？実際この絵にとってキングは見せ物、野望のための道具だったんだろうな。ち、散々利用しといてこれかよ。やっぱ腹立つ野郎だぜ。みんな私のものにしてあげる。市民の皆さん、シャドウか。しかも手ごわいやつだ。軽くひねってやるぜ。よし、片付けよう。敵はまだ来るわ。飛ばしすぎないで。飛んでぶん殴れ。いっちゃえ。シャドウタイムだ。オーケー。ナイス追撃だ、ソフィー。決まったな。どうだ。よっよっ。おお、ビリビリする。体力やばい。注意しろよ。こういう時はありがとう。やつは俺がやる。了解だ。強敵な上に銃撃が効かない相手だ。気をつけろ。シャドウもそろそろ打ち止めだ。一気に片付けてしまえ。くらえ。観念するんだな。狙った的は外さねえ。やるな、ウルフ。大人の貫禄ってやつ。記録、うん、ウルフはすごいおっさんだ。消えろ。すまじにこ。やるな、ウルフ。これがプロの技ってもんだ。なめるな。援護する。
強敵を撃破。グッジョブだ。そこが勝ててよかったな。よし、今のうちに進むぞ。隙ありだ。よし、やってしまおう。押し切ってしまいましょう。ドカンと行くぞ。やっつけれ。パワーチャージ。みんなで行くぞ。敵はまだ来る。気力の温存をおすすめする。ゲイ。どうだ。敵が減ってきたわ。押し切りましょう。頼んだ。よし、行くぞ。いただいていく。ナイスジョーカー。じゃあ敵に行こう。ジョーカーさすが。ゲットだ。みんな大丈夫だった？頼む。どんどん行くぞ。シャドウを見つけた。多分強い。気になるものを発見した。囲まれたか。落ち着いていけば大丈夫。頑張れ。まだ数が多い。飛ばしすぎるなよ。気力が少ないよ。手間かけた。戦い方に注意して。終わりが見えたかな。思いっきりやっちゃおう。バラシマンすくみ上がる。強敵な上に銃撃が効かない相手だ。気をつけろ。オーケー。エンゾンピー。なんかすごいの出た。おお、すげえ。出発だ。ずいぶん気力が減ってるな。行くぞ。それにしても正気のない街ね。これがこの世の作りたい社会なのかしら。沖縄の研究所とは違った不気味さがあるよ。捕まったら檻に入れられるかも。気をつけろ。猫鼻。捕まらねえし。猫鼻じゃねえし。そこか。よっやっ。終わったのか。あっけないな。よし、どんどん行こう。あのシャドウ、人厄介だな。チャンスだ。やった。油断はしないでね。みんなで行くぞ。敵はまだ来るっぽいぞ。力を温存しとけ。敵の増援も打ち止めか。では終わりにしてやろう。任せた。あ、来い。切られ。ナイスジョーカー。じゃあ敵に行こう。俺も負けてらんねえな。箱の中身は何だろうな。うん、いい、満足だ。まあまあ役に立つものだな。通れない。ここはナビの出番だな。ハッキング了解。みんな準備はいいか。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。ハッキングを開始する。敵は任せたぞ。奪え。いいぞジョーカー。スキルヒントだ。グッジョブだジョーカー。サビオ、気力は大丈夫か。無理はするなよ。強い敵だな。疾風弱点をついていくぞ。サッ
撃ち抜く、カルゲ、行くぞ、カルゲ。敵の防御力が下がった。シグナスだ、レッツショータイム、見せてやれジョーカー。強敵だ、電撃を効かないぞ。私をここずらせるとは。やるな、完璧だ。いや、届ける、行くぞ。機能美はあっても作り手の情熱がない建造物は退屈だな。わかる、生活感がないっていうか、全部同じデザインに見えるんだよね。そこでちょっとだけワクッとしよう。隙間が光るところとか。いただいていく。そういやナビの部屋のパソコンもこんな感じで光ってたな。終わりが近いな、片付けてしまおう。さすがだジョーカー。今の感覚を忘れないようにね。さあ先を急ごう。強そうな反応ありだ。正体を見せろ。こっちが有利だ、当てるなよ。ここだ、うん、当ててしまうぞ。まだ来るか。今だ、ヘルスだ。敵はあと少しだ、畳みかけろ。行くぞ、いただいていく。すごいなジョーカー。うまい、チャンスだ。よし。敵がかわいそうだな。とっとと片付けるぞ。やっちまおうぜ。よっ、まだたくさんいる。ペースに気をつけて。よっしゃ、敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。くらえ、ナイスジョーカー。じゃあ敵に引こう。さすがね。ご苦労さんだ。それじゃ行きましょうか。シャドウの反応はないな、気力は少ないな。このまま進んで大丈夫か。
あれだね、牢獄と電波施設もあるな。あれで監視カメラを操作してるっぽい。コアさえ盗めば監視カメラもただの飾りだ。では潜入して頂戴するとしよう。その前にここにもカメラあるじゃねえか。あれはどうすんだ。そして穴だらけになるスカルであった。安らかに眠れスカル。死んでねえし行かねえし。急がば回れよ。他に道がないか探しましょう。研ぎ澄ませ。なんかある。調べよう。これを使えば対岸に渡れそうだな。ここから牢獄島に侵入できそうだ。ハッキングするぞ。護衛よろしく。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。ハッキングを開始する。敵は任せたぞ。おお、やるじゃねえか。うまく使ったな。いいぞ、ジョーカー。向こうの方が戦力が上だ。無理はするな。
シャドウ、いないみたいね。ここは立ち入り禁止区域だ。規則を破る悪人は排除する。万人気取りかよ。さっさと倒して監視カメラを止めるぞ。目覚めたみたい。ニュースキル習得だ。これで勝つ。邪魔者はいなくなったな。塔を登るぞ。電波の反応なくなった。これで監視カメラは死んだな。封鎖されてた場所にも行けそうだな。一回入り口の方に戻ってみようぜ。そうしよう。王城に行くルートが通れるようになってるはず。今回手に入れたのは何だったの？これは人形？お！これゼファーマンだ。キーワードになってたやつかよ。どういうことだ？説明してくれ。ジェイルには動力源になっているキングの力の結晶があるんだ。我が輩たちはコアって呼んでる。これはその一つだ。つーと、この人形がコアってことか。なんでこんなもんが力の結晶なんだ。
よっぽどゼファーマンが好きなんじゃない？自らヒーローを名乗るくらいだからな。この絵は悪者だけどな。とにかく今は王城への潜入路を確保するぞ。だな。一旦戻って次の牢獄島を見つけようぜ。